はい、皆さんこんにちは。吉村農園の吉村です。今回も始まりました。吉村の農業に来て今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日撮影日ですね、今日はね10月の17日、今日木曜日にこちらの動画撮影してるんですけど、ちょっとね今回オープニングのなんテーマのお話をする前にお話ちょっとさせていただきますと、ここ最近僕夜走ってるんですよ。割としっかりめになんかトレーニング的な感じで走ってて、でなんで走ってるかっていうと、益子町で駅伝があるんですよ。でその駅伝に出るために走ってて、で何でしょう、なんでそれね駅伝出ようかなと思ったかと言いますと、子供の幼稚園で毎年出てるんですよ駅伝で。子供に聞いたら駅伝走ってくれって言うんで、まあ、走るからにはねやっぱりその区間内で区間賞を取りたいなと思って、まあ、練習を積んでたんですけど、ここでねとっても残念なことが起きて、今年出場しなってんですよ幼稚園の方で練習してたのに、駅伝なんで出れないんですよなんでね、どうしようかなって感じで、もしこれ見てる方で益子町の駅伝出る方で、もしスタメン的に僕を出したい方がいればオファーください。僕走りますんで、めちゃめちゃ練習してたんでね、どの区間でも多分走れると思うんで、よろしくお願いしますってところで、ね、で今日の動画のテーマのない今日はですね、こちらですね、収穫の補助台いちご狩り専用ハウスの方に来ております。今回内張りの作業を行っておりますので、その内張り作業のですねこの張り方についてのご紹介動画になりますので、ぜひぜひご覧ください。では早速行ってみよう。はい、では本日なんですが、こちらですね、いちご狩り専用ハウスの方に来ているんですけど、今行っている作業のご紹介をお願いします。はい、こんにちは。今日は内張りっていうことで、ハウスが外のビニールに対して、ちょっと中へ入ってもらえばいいんですけど、ここのところですね、ここのところへまたビニールを貼るんです。これビニールはこれ考えてるよりね狭いところでやるんで、ちょっとしたね、裏技が必要です。4人で、約かけてるんですけど、で、これを縛って。はい、ちょっと寄りますね。そうです。これはね、完全に取れないようにも、クソ縛りですね。はい。で、これを、ドラム、この黄色い玉があると思うんですけど、はい、ちょっとカメラ中に入ります。中へ入って、ここの上にこれを、こうやっていくんですけど、今回の肝は、ここ。ここにこの紐を引っ張るとき、両方にこれがあると、スムーズに、このビニールがね、この上を通って、向こう行くっていう感じですね。いろいろなことをやったんですけど、なかなかね、破れたり何かしてね、大変なんで、あとはこういうちょっと出てるところにはこういうふうに当てとく。ちょっとした心遣いですね。ビニールがとても薄いっていうことで破れたら大変ですから、で、貼り終わったらば、こういうようなやつで、直接パッカーで止めちゃうと、このビニールが薄いですから破れちゃうんで、これで補強した上から、止めるっていう感じですね。それで、保温ですね。もうあと3日ぐらい経つとね、栃木県もね8度ぐらいいいですね。ぼっとするとハスジモが降りるような感じで、外気温が下がってきてますから、そろそろ外のビニールを下ろしたり、内張りですね、ここを下げたりするような感じになります。寒さが急に来ますから、準備の方はね、でも、はしごで止めたりするんで、気をつけて作業しないと怪我をしますから、慌てないでやるっていうのが、肝だな、とはな。怪我すると痛いから。あとは、こういうふうに、止めるときはもうパッカーと、もうこういうのは前もって準備しとくっていいんですか。そうすると、作業がスムーズにいきますから、一日何頭っていう決めたら余計時間があったからといってね、余計にやると怪我しますから、大体一日のスケジュールでやっていくといいと思います。はい。はい。じゃあ最後にどのような作業をしてるか、作業のところも撮っていきますので、よろしくお願いします。はい。はい。ではここから最後ですね、実際の作業としてのちょっとご紹介も少しお願いします。はい。それではね、ハウス、これは矢印だと思ってください。引っ張ってるのがこれ。ここ。あと、人がそちらと、こちら。
二人で引っ張ってるんです。で、この紐を引っ張ってる人が、はしごですね。三脚に登って、終わりのところにいます。で、私なんですけど、私はこちらで、ちょっと来てもらうとわかるんですけど、こちらのね、ちょうどね、先ほど言ったところのポイントはここ。これを下さを降りてて引くと大変なんで、ここでね、ビニールを上げてる。で、黄色いドラム。で、こちらも。そうすると、私はここにいて、こういうふうに、送るだけ。だから、全部で4人いれば完全に100メーターぐらいまで引っ張れますから、そこは工夫しながら。で、なるべくこの芯ですね。まっすぐのところを引くっていうのがポイントです。はい。はい、わかりました。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。はい、どうせ動画いかがだったでしょうか。今日はですね、内張り作業のですね、ご紹介動画になりました。いかがだったでしょうか。まあ一つね、この内張りっていうのはね、もう毎年交換っていうよりは、まあ数年に一回交換する作業かなと思います。その中で、まあ吉村農園としては今年交換だったんで交換したんですけど、やはりですね、もう玄関機になるとどうしてもハウス二重にして、まあ場合によっては暖房、そこにウォーターカーテンとか使うんで、内張りってめちゃめちゃ大事な、ビニールになります。で、やっぱりね、この内張りしっかりこう、かけて、置かないと、どうしても保温なんかも、良くないんで、しっかりとね、そういったところでかける。で、破れやすいビニール自体な、ビニール自体が、その、内張りのビニール、すごくね、薄いんで、破れやすいんで、こう破れないようにかけていくっていうのが一つのポイントになるかなと思いますので、ぜひね、まあ、今回の動画、少しでも参考になればいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。あとですね、今年の目標として、チャンネル登録1万人目指しておりますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではですね、次回も動画を撮ってきますので、ぜひご覧ください。最後にいきます。これが、農業です。はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、最近忙しくなってきたんで、ニュースを見る時間なんかも少なくなってきたんですけど、見るニュースの中でですね、いろんなニュースを見てるんですけど、今はどうしても選挙ばっかりのことなんですけど、いろんな政党の話を聞くたびにね、考え方はだいたい似たり寄ったりなんですけど、その中であれだけ、いいことを言ってるのに実際当選するとなると、おそれがなかなか実現しない。あの人たちは国民ですね、私たち消費者とか国民を見てないのかなっていうのが一番危惧してます。それに関してですね、新規就農なんかの人もね、農業っていうので、いちごだけを作ってるとかお米だけを作ってるっていうのも、やっぱり品物は見てるんですけど消費者を見てない。いつも お話なんかはしてるんですけど、その中でやっぱりね、全体を見るっていうことがね、ここ最近とても身に染みてるっちんですか。ある一方で、街頭演説なんかを聞いてもいいことだけは言ってるんですけど、なかなかね、国民当選したらば国民的なことを考えない。いつも自分に置き換えてみると、私たちもね、いちご作りばっかりやってるんですけど、お客様を置き去りにする場合が多々多いということで、やっぱり冷静になって考えてみて、農家は農家なんですけど、消費者が今何を求めてるかとか、いろんなことを考えて、生産していかないとならないのかなと。いちごの花が咲くと、もうそういうことも考えていかなくてはならないのかななんて思ってます。一緒に頑張っていこうっていうような感じですね。政治家も同じ、農家も同じ、ビジネスをしてる人らも同じだと思うんでね、一方だけを見ないで全体を見て、前に進むのが一番いいのかな。ちょっとお正解みたいな感じなんですけど、共に頑張っていきましょう。はいですね、次回の動画のここになります。次回の動画なんですが、10月の21日月曜日配信になります。
内容としてなんですが、マルチビニール張り作業がね、いよいよ始まりましたんで、そちらのね、ご紹介動画1本撮っていこうかなと思いますんで、ぜひ次回の動画もよろしくお願いします。